ストリートファイトということで石倉さん、そうですね、これルールなんですけども、これはですね、この4人のうち対戦チームの2人を KO しないと石倉さん、はい、勝利は、ね、2人ともなんですね、2人同時ということですか、はい、はい、ですから1人 KO しても勝利にはならないんですね。そうですね、厳しいルールですね、これは、まあ、ストリートファイトといってもブルーはいつもの格好ですね、はい、そうですね、まあ、アジアにしてもそうなんですが、はい、まあ、バイソンが完全に普段の水着とは違うんで、あのジーンズを基調としてましたね、まあ、それがやっぱりストリートファイトなんだなと、まあ、はい、一番分かるというポイントですね、はい、通常の金網デスマッチでもこれはレスラーにとって厳しい条件なんですけども、2人 KO しなくては勝利を得られないというこれは人間の限界を感じさせるプロレスラーの限界をですね、限界を超えるところまで来るでしょうね、超えてますよね、梅田子選手このルールどうですか、狂気ありですか、当然ですよね、もうすごいですね、まあ、当然金網が狂気になるんですけども、金網そうですね、何回か見てるんですけど、何回かしかやってないですけど、はい、3回ですね、3回ですか、はい、今回4回目、もうすごいですね、金網に頭を叩きつけたりしますよね、しますね、血だらけになって、ああいうのとか嫌ですね、でもプロレスラーでしたら井上尚弥選手もいつか、そうですよね、決まったら嫌とは言えないでしょう、はい、言えません、ね、石倉さん、はい、やはり特筆すべきはですね、昨年この金網で、アジャとバイソンがですね、はい、負けたということで、復讐という、あの髪切りですね、髪切りデスマッチですね、そしてまさかこのモンスターリッパーがブルー中のパートナーというのは誰も考えつかなかったと思うんですけども、そうですね、しかさ最新ニュースでですね、はい、このモンスターリッパーなんですけども、こうあの10月にですねハンガリーのブタペストヨーロッパなんですけども、はい、なんとですね WWWA そして WWA の2冠を引っ提げて、ヨーロッパからサーキットを終えて日本にやってきたんですよ、まあ、オランダから直接日本に入ったということで、はい、まあ、WWA という同じ名称のベルトが、某団体にはあるんですが、まあ、もういやこれはこっちが本家だということで、はい、今現在モンスターリッパーが保持している WWA が正真正銘、確かに歴史的にはそれが道理が取ってると思います、そうですね、はい、そして、ローラ・ゴンザレスを下しまして防衛活動も回数重ねてますん で、 そうです、ね、まさにローラ・ゴンザレスを破ってモンスターリッパーも一気に長い選手で絶好調で日本に殴り込んだと言っていいですね、そうですね、ブルが今アジアの腹部を狙ってるんですが、アジアといえばモチョの手術をちょうど1ヶ月前ぐらいですか、そうですね、受けたばかりなんですよね、そうですね、1ヶ月経ったかな、約1ヶ月ですね、そうですね、はい、ただアジアの場合は普通の人と違って、はい、肉のね、そう全然違いますから、すごいかかったみたいにしてさ、ダイロ Q2 では林女子さんにお世話になってるんですけども、中でプレスニュースで言いましたけど、通常の人の盲腸よりも時間が長かったっていう石川さん、当然そうなるでしょうね、アジア選手、大変だったらしいですね、そういう面では本当はもう、はい、まだこの時にね、とてもリングに上がれる状態じゃないわけですよ、はい、そうですね、まさにこのルールですからね、そうですそうです、最初はねかなりこのカード自体が中止という話もだいぶあったんですが、はい、そうですか、どうしてもアジア本人がやらせてくれということで実現することになったみたいなんですね、でもその反面非常に怖いんですよね、そうですね、そういったやっぱりバックボーンがあるだけに、まあベストコンディションで司馬さん、アジアなんか挑ませてあげたかったなっていうのはあるんですけども、まあリングに上がったらですね、まあ、忘れちゃうと思うんですけど、やるかやられるかというね、ただもう大きなアクセントにつながらなければいいなということで、そういう祈るだけですね、そうですね、最近では石倉さん、はい、やはり大宮スケートセンターでのですね、ブル対アザの実戦で、はい、ブル選手が大きな熱傷の傷を負いましたよね、そうですね、それも忘れられないですね、右ももでしたか左ももでしたか、はい、そしてその後のちょうど1年前ですか、はい、その前のレッスルマリンピアードの名イベントで、はい、ブルアジャー、金網一気にしちゃって、はい、例の金網のてっぺんからのギロチンドロップが出るわけですね、あれから1年で、まあ、試合がベストガードを取ったんですけど、はい、まあ、あれから1年で、まあ、今度こういう形でねまた相まみるとは思わなかったので、はい、さあリング上
バイソンとモンスターリッパーですけども、志子さん、はい、バイソンといえばですね、10月26日の富山大会で、オールパシック選手権みなびをですね、はい、破りまして、なんと第21代王者ということで、この金網タッグに臨むということでね、絶好調ですけども、そうですね、それでとにかくバイソンを、ね、はい、かっこいいんですよね、かっこいいですね、ますますかっこよさを増したという感じで、もう非常に輝いてますね、そうですね、それは井上拓選手からバイソン・キマ選手、やはり輝いてると見えますか、どうでしょうか、井上拓選手から映る意味がわからない、そういう輝いてるって、やっぱり試合と、雰囲気がね、一緒にいつも一緒にいるから、やっぱ旗から見てそういう風に見えてもわからないんですよね、あんまりいつも身近にいるんで、そう、そうですか、なるほど、で団体が違うから、だからあんまり喋ったりもしないし、この場合の団体とは軍団のことです、すいません、グーですよね、はい、軍団でした、そうですか、はい、だからあんまり会ったりもしないから、あれなんですけど、でもこれからねライバルになるんですよ、そうですね、CD の面で、あ、いや試合でもライバルになるように頑張ります、奇跡の扉がね、おっとここで同士討ちを誘ってバイソンアジャにタッチした、さあ許可100キロ、志子さん、特筆すべきはこの4人のうち3人が100キロを超えてるんですよね、そういうことです、バイソンもね相当いい体になってるんですが、やっぱりこの中に入るとね、はい、あっとアジャの投入間攻撃で、あーモンスターリッパー、そしてブルーを立て続けに、あー何度もね、あー投入間へっこみましたけども、やっぱりファンの声援は完全にあれですね、ジャングルジャックの方に傾いてますね、志子さん、やはりブルー、そしてリッパー、はい、やっぱりなんかちょっとアジャ選手のですね、盲腸の膝となってるんじゃないでしょうけども、当然狙ってくると思いますね、やはり下半身攻撃ですか、そうですね、下腹部といいますか、傷跡といいますか、痛いですよね、ちょっとその攻撃を受けるとアジャもですね、うずくまるという、いや本当にその傷口がね、広がらなければいいなと思ってるんですけど、広がったら大変なことになりますよ、そうですよ、井上拓哉選手はやはり怪我しまして、はい、直してですね、はい、やっぱりリングに上がるときっていうのは不安だと思うんですけども、はい、まあ、そこを攻めやってられると、はい、治った傷というか、はい、ね、そこがまだ治ってないんじゃないかとか、浮気な気持ちになるってどうでしょうか、私膝脱臼したのが去年、もう1年半ぐらい経つんですよ、で完璧に治ってるんですけど、完璧に今テーピング巻いてるのは、はい、怖いから巻いてるんですよ、だから本当は完璧なんですよ、そうですか、これはでは不安の人は志子さん、あ、初めて聞きましたね、すごかったですよね、不安の方聞いて、完全に治ってるわけですね、治ってるんですけど、やっぱり普段歩いててもたまにずれちゃったりとかするから、やっぱりそういうので試合でもしもそういう風になった時怖いからっていうんでやってるだけなので、そうなんですか、痛いからやってるんじゃないんですよ、まあ、なる、精神的に落ち着かせるようなおまじないみたいな、はい、私の場合はそうなんですけど、でも結構志子さんとかは、アジャさんは、選手ですね、志子さん、アジャ選手は、はい、そういうのへっちゃらなんじゃないんですか、うん、もう傷口は抜歯もしたし、まあ、みたいな、なるほど、しかさ、はい、リングに入ったらもう忘れて、まあ忘れちゃうでしょうね、目の前で敵を倒すしかないんですけどもね、さあ4人で入り乱れたこの名イベントですけども、ちょっと遠い間で逆転出ようとしたアジャですけども、やはりしかさ、はい、この肉のですね、熱さというか、すごいですね、この巨体というかですね、ブルトなんかモンスターリッパーこと、なんか男子レスラーにも大きいっていう、あっと、ここで同士打ちで、これは狂気が、あー、モンスターリッパーの音でモンスターリッパーダウンしました、しかし、あー素早くリング内に入ってきたバイソンに、あー、ブルの動きもいいですね、ロッペ振ってろ、あー、ヌンチャク攻撃です、まあ、前はブル対アジャの、ね、シングルだけで驚いてたんですけど、これにモンスターが加わっちゃうわけだから、はい、とんでもないカードですよね、これ石倉さん、はい、今のパワーボムで普通の試合だったらばワン、ツー、スリーがいくとこがですね、そうですね、これは2人KO ですから、1人 KO されても、まだ攻められないわけですよね、そういうことですね、ちょっとバイソンが危ないですね、はい、このルールプロレスラーとして何回かさせてどうですか、いや普段
普段試合当たるんですけど、中野ジュルさんと、うん、ラリアートやられて脳震盪を起こすんですよ。あのよく福田さん、はい、空中で1回転するような、あの井上選手並びに軽量の選手っていうのは1回転しちゃいますよね、はい、そうなんですよ、ね、あれは見てて福田さん、ハッとして怖いですけどもね、怖いですね、あ、脳震盪起こすんですか。一瞬忘れちゃうんですよ、そのぐらいすごいから、はい、こんなとこ入ったら死んじゃうかもしれないですねこれは本音でしょうね、志倉さん。いやでもね、いざ入るとやるんですよ、これが、そうですね、やっぱり本能というもので、でも愛くるしい井上孝選手のカナビデスマッチ、全く想像つきませんけど、でもやるだけのものをね、やっぱり持ってると思いますよ、実長これを聞いて全日本女子プレスのフロントの方がね、よし来年のレスルバルテアトルでは井上孝を使おうとか言われたらね、なっちゃいますよね。ちょっとでもやってみたいっていうのもありますね。やってください。そうなったら応援しますから、はいはい、まあ、見物ですよ。見物ですよね、はい、さあ試合ですけれども、でも石川さん、一つホッとするのはレフェリーがリング内にいるっていうのはホッとするんですね、私非常に。そうですね、まあ、ノーレフェリーというかレフェリーが外ということもありましたもんね、はい、もうなんかあのレフェリーないとやはりですね、もう修羅場と言いますかね、見てる方も悲しいものっていうか、ちょっとね、まして懐かしの松永俊久に審判部長が登場してますから ね、 やはりこの試合の重みがありますね、はい、さあ、アジャ、そしてブル、このなんか朝も久しぶりのリング上ということで、石倉さん、そういうことです、これ復帰戦ですから、完全に、はい、いきなり復帰大戦でこのカードだから、うん、非常に恐ろしいものがあるんですよ。恐ろしいですよね。いつの間にかみんな流血してますね。はい、ダイソンがどうですか、ちょっと見にくいんですけど、どうでしょうかね。金網越しなんでちょっと我々もよく見にくいですね。さっき金網に叩きつけられてましたよね、ダイソンさん。あ、なんか井上孝選手ほとんどなんか普通の女の子のコメントになりましたね、今すごいかったですよ、ね、やはりあの金網デスマッチっていうのは、志倉さん、はい、男子プロレスラーではですね、ゴングが鳴ってもあの金網の近くのそこにこう助走をつけてぶつけますよね、はい、そうですね、あれがもう何とも言えないエクスタシーを感じますよね。そうそうそう、あのバシャーンと出すんですよね。ですよね、あ、今、まあ、今というかさっきから気づいてたんですけど、はい、ジャングルジャックのセコンドがみんな同じような変わったコスチュームで、あの、あ、いるんですよね。お揃いのコスチュームですね、はい、セコンドもなかなか気合が入ってるというか、あ、やっぱりセコンドは持ち出ることも考えてるんですよね、はい。さあここでバイソン、けさげりチョップからラリアードです。真っ向から迎え撃つ二冠王のバイソン君は、しかしブルのハンマーラリアード横殴り強烈、そしてブレンバスター、重量感あふれるブレンバスターからモンスターリッパー二冠王、 WWWA と WWA の世界タイトルを保持しているモンスターリッパー、これはいや、ライガーボムですね。今もちょっとジャンピしましたね、これもほとんどフィニッシュのホールドなんですけど、ね、ですよね。そしてチェーンですか、あ、チェーンを首に巻きつけて、あ、そして遠いカーンを逆に奪って、もう目の前あるもの、志倉さん、すべて競技になりますね、これは。そうですね、やっぱりあのモンスターうまいですね、こういう試合になると遠慮の発揮できますね、聞けばやっぱりプエトリコで、はい、もう20回ぐらいですかやってるって言うんですよ。そうですか、やっぱりだからキャリアがもう全然違うっていうか、慣れてると思いますね。全然こういうの入ってももう平茶だっていうか、はい、そういう感じしますもんね、カナダ、アメリカ、メキシコ、そしてヨーロッパ、本当にこれが世界中を股にかけてる女子レスラーっていうのもモンスターリッパー、たくましいですよね、たくましさ感じますね。かたやブルが3回でアジア2回ですか、でバイソンに至ってはこれが初めてですからね、そういう戸惑いもあるでしょうし、さあそのモンスターリッパーがアジアを強引に投げ捨てての、あ、チェーンを巻いて、あ、また、あ、やっぱり腹部狙いますね、もうちょい後のでしょうかね、傷口に、あ、キックを見舞って、こうなるとアジアちょっと脆くなってしまいますけどもね、うまく逃げようとしているんですけども、必要に攻めるモンスターリッパーです。志倉さん、はい、しかしですね、いくらデスマッチ何でもあり、プロレス界もいろんなルールがありますけども、ここまで来るというのはですね、うん、
まだ遠い感じですけども、もうアジャとしてはその弱点を持ってるようなもんですよね、はい、爆弾を抱えてるようなもんだから、はい、いかにそこを狙わさないで試合を進めるかということがポイントなんですけど、しかし石川さん逆に、それには攻めるしかないんですけどね。そうですよね、逆に考えるとやはり遺恨をずっと引きずってしまうと石川さん、あ、なんでしょう、あっとバイソンが最上段からの鉄壁ですよ、これはヘッドバットです、ダイビングヘッドバット、そしてアジャもですね、アジャも乗っかってます、アジャは何をしようとしようか、金網の鉄壁、これ何メートルありますか、先生3メートルぐらいありますかね、そんなもんでしょうね、あー怖い、見てる私、あーうわー自爆だ、うわお腹危ない、フライングボディプレスを外しましたよ、ブルが、これはアジャの猛腸のですね、ちょっとこれ心配ですね、心配ですね、今の衝撃でどうでした、ちょっと今キャーと今ね言ってしまいましたけども、心配ですね、あの3メートルの高さから飛びましたからね、あの自爆ですね、そうですね、ブルーもですね、でも逆に言うと志賀さん、はい、今ブルー今の受けていたらちょっときつかったですよね、あもうこれ完全アウトでしょ、危ないですよね、ヘッドバットの2つでしたからね、はい、これはチャンスからピンチ、そして天国から地獄へ落ちてしまったアジャコング、そこをあーブルと、あーモンスター完全狙ってます、なんか赤くなってません、あれこれは志賀さん、はい、もしかして傷口から鮮血でしょうか、あすごいすごいですね、ちょっと大丈夫なんですかね、クッションが白いんで余計に目立ちますね、ちょっとこれは完全に赤く染まってますね、これは鮮血でレフェリーがチェックしています、バイソンが身を挺して守ってますけども、これは全く意外な展開となってしまいました、これちょっと危ないなんてもんじゃないですよ、しかさん、もしかして、モンスターリッパブルはですね、これは作戦だったんでしょうか、当然狙っていったでしょうけどね、あっと仲間割れですか、ブルがやめろというかですね、やりすぎたというか、ちょっとですね少し静止しましたけども、おっと志賀さん、もしここはアジャがダメでも、はい、試合はまだ続行なんですよね、そういうことですね、2人倒さないとダメなわけですから、ということは、バイソンが1人残って2人を相手にするというルールですね、なりますけども、そうなっちゃいますけどね、どうでしょうか、おっとこれは当然戦える状態ではないと思いますけど、アジャのロープ、いや金網最上段側のフライングボディープレスが自爆してしまい、アジャがやろうとしてるんですけど、なんとか退場させようとしてますね、しかさこれはやはりですね、この後のレスラー宣言も響きますんで、いやこれ本当にまた入院すればいいとかいう問題じゃなくて、よくないですね、もうそれこそ精神かかってくるというか、はい、そういう危険性も冗談抜きであると思います、はい、ちょっとですね最低に注目したいんですけども、あセコンドも入ってきて、これは苦しい表情のアジャです、もうモンスターは完全に勝ち残ってますね、ミネタコさん、はい、こういう展開になってしまったんですけども、はい、もうこれはちょっとアジャ選手やめるんですよね、ここで、まあ、悔しいと思いますけどもね、どうでしょう、でもちょっと今はやめた方がいいですよね、ちょっとアジャコングのですね、もうちょっと避けたようなんで、これ以上の試合はちょっと不可能と思います、ダメだ、レフェリーから拍手が起こってますね、はい、腸の傷だから、腹膜炎とかで怖いですよね、あ、担架も出ました、急性盲腸炎、そして傷が治っての復帰戦のこの金網デスマッチですけども、あー強気攻撃で必要なバイソン一人で戦います、ここでドクターストップというかですね、もうアジャがリタイアということで、なんとバイソン一人で1対2というこの金網デスマッチの非常なルールで、これからも試合が続くわけなんですけども、アジャ残念ですね、志賀さん、はい、もうこれでも勝ち目なんかないですよ、どう考えても、これはですね、なんとバイソンが2人を起用しなくて勝てなくなってしまいました、
そしてなんといっても井上タコさん、急性盲腸炎で、先ほどもね、井上選手言ってましたけども、このバッティングをね、さやするっていうのが、これは普通の方でもね、あの盲腸軽く見ちゃいけないんですけども、ね、心配ですけどもね、どうですか？あの前のずっと前なんですけど、試合ストリートマッチか何かで、アジャ選手が、頭かどっか切れて血が出て、自分で血が出てるのをこう確かめた時に、血を見た瞬間リングの中すごい燃えたんですよ。うわーって言って、すごく血を見て燃えたっていうのがあったんで、でもそれとこれとはちょっと訳が違うから、ね、今回は諦めてほしいですね。吉川さん、これはもう正しい裁定ですよね。あ、もう当然のことでしょう、しかしこれバイソン 100年1問勝ち目ないんじゃないですかね。はい、これはですね、皆さん、なんという展開になったんでしょうか。相手の相手ですからね。ストリートファイトデスマッチ、アジャコング無念のリタイアで1対2、バイソンがブル、そしてモンスターリッパーと、これからも勝利の2文字のためにですね、戦うんですもん、志田さん、これはどうしたって不利ですよね。もうバイソンがどこまで耐えるかという感じしかないんですけど、中頃の人まではですね、そういうような形容詞も使いたくないんですけども、志田さん、耐えるというですね、耐えて攻撃に移れればいいんですけども、反撃できるんですかね。先ほどちょっと見せたあのブルの、なんと言いますか、もう思いやりと言ったらあれですけど、あれはすごく印象的でしたね。あのモンスターの子に対して、まあ、やめろと、ここはやめるべきだと、そうですね、いうあの静止した姿はすごく印象的でしたね。しかさ、しかしルールがあるように、狂気を使って、同士打ちか何かを誘ってもですね、一人を隔離して、何かあの例えば足をロープにですね、吊るすとか、何かそういう2人は話すしかないですよね。そうですね、ただあまりにも相手が悪すぎますからね、これは。まあ、私考えるのに、ね、タコさん、あのチームをですね、足かなんかに巻きつけて、ロープかなんかにですね、巻きつけちゃって、もう一人を攻めるとかですね、そういう戦法しかないと思うんですけども、井上タコ選手どうですか、この1対2。重たいから、バイソンどうしたら勝てますかね。あのちょっとウェイトがすごいありますよね、だから、あの足一本持って引きずるのでもすごい力いると思うんですよ。それでチェーンを取るなんて、2人向こう2人いるから絶対チェーン守ってるから取らせてもらえないと思うし、どうするんですかね。これはもう本当にね、絶対不利、これしかないと思うんですけども、バイソン、まさに窮地に追い込まれたという感じですね。本当に石川さん、やるかやられるかになってしまいましたね。なんか背筋がゾッとするようなですね、レッスルマリンピアード91の名イベントなんですけれども、さあ場内バイソンコールね、これはもう不安としてはいても立ってもいられないと思うんですけども、ただね、バイソンは修羅場に強いんですよ。この石川さんの言葉に期待したい、メタコさん期待したいですね。反撃してきましたね、驚いたことに。もう先月はね、バイソンもあっと担ぎ上げた、あっとすごい、これはなんかノーザンライトみたいな感じで、直撃ですね。はい、ブルの表情もこれはダメージが大きい、心配するモンスター立派ですけども、全く一人でこれはずっと休めずに戦いを続けなくちゃいけない、バイソン木村です。あれ、ドロップキックですか。出ましたね、コーナーからミサイルキック、はい、これちょっと見たことないですね。すごい技も飛び出しましたけども、志田さん、バイソン木村レスラーなっての初めての大ピンチですか。これはうわ、さっき本当に束の間でしたね、一瞬でしたね、反撃しましたけど、やっぱり無理なんですかね。ジャーマンも今ちょっと脳天から行きましたよ、このブルもさすがにダメージ大きいみたいで、さあこの何やんだろう、金網タッグ一人が退場ということで、アジャコング無念です。これはラリアット、はい、スカイハイラリアットが出て、バイソンも技を受けて受けて、
あのでかい2人もコーナー登りやすいんですよね、後ろに金網があるんで。よっかくれますからね、スムーズに乗りますね、コーナーからの攻撃が仕掛けやすいっていうか。あーモンスターリッパーがですね、もう不敵な笑みで、もう私は勝っただと言うな、もうね、ゴーゴーバイソンって言ったんですよ、ね、あんなに憎たらしいですね、もうおちょくってるわけですね、どうぞ声援してくれという感じで。余裕のなせる技ですけどもね、どうせこいつにはもう勝てるわけないんだとなんか言わんばかりですね。なんかブーイングが声援になっちゃってるんですよね、きっと自分の中で。そうですね、吉川さん、はい、最後のゴング、試合終了のゴングが鳴るまで全く目が離せませんけども、ちょっとバイソン木村頑張ってほしいですね、もうとどめを刺されるのを待つばかりという展開なんですけど、生殺しのようなですね、何かこう突破口をですね見出して、いやバイソンは本当踏ん張り時ですよ、ね、頑張ってほしいですね、二冠王としての前一と言いますかね、逆に今これ以上自分の存在をアピールできるあの機会というのはないわけですから。そうですね、アジャの分もですね、ジャングルジャックのこれからの、ね、展開にも影響するこの名イベントですけども、あブルガー、そしてモンスターリッパーが変わるがある、これはもういたぶり続けてますけども、ボディスラム、そしてブルガーコーナー最上段でキロチンドロップが喉元にぐさりと突き刺さってしまった。あ、モンスターにもなんか指示出しましたね。おっと、まさかモンスターもキロチンやろうって言うんですか。そしてパワーボムで投げて、モンスターリッパーがロープ最上段から何を出すんだ、フライングボディープレス、これはバイソン木村、あもういいって声も飛んでますね、キャプテンから。なんか動かないですよ、レフリーが動かないですね。ここでゴングを要請して、大の字ピクリともしませんけども、心配です、バイソン木村。あれ、おっと、モンスターリッパーがパプラのブル中野に仲間割れですか、ヌンチャクを奪って、これはパートナーを一転して攻めるという、なんというモンスターリッパーの悪の非常ぶりです。もう試合が終わってしまえば、もうこれまでだと、お前との関係はこれまでだと言わんばかりですね。とんでもないですね、あっとロープにブルの首を絞めて、灯油缶を投げつけた、やめてくれモンスターリッパこれはブル中のモンスターリッパーの勝利ということになりましたけども、なんか番外戦でブル対モンスターの一騎となってしまいましたね。ということはこれはもうちょっとですね、冗談じゃないですね、志倉さん、ブル頑張ってほしいですね。これはこのまま1対1で試合続行いたします。番外戦になってましたね、上田子さん、はい、まあ、勝利はですね、はい、ブルとモンスターリッパーなんですけども、はい、あっという間にゴングが鳴ったらパートナーのブルを襲うこのモンスターリッパー、プロレスラーとしてどうですか。なんでですか。え、でもこういうルールなんじゃないんですよね、最後一人で違いますよ、全然違いますよ、違いますよね、すこれバトルやじゃないですから、もうあそこでゴングに、なりまして止めないんですかね、周りの人。これはですね、ここでバイソンちょっと担架で、志倉さん、はい、運ばれてしまったんですけども、大丈夫ですかね、心配ですね、ちょっと顔もね、動かなかったですよね、全く正規がね、なかったですからね、あとセコンドの北斗とかですね、いろんな選手が心配してますね、これは志倉さん、はい、このあのなんとか鉄の棒って言いますか、何なんですかね、もうすごい中野コールですね、これは井上京吾、そしてあっと井上京吾がチェーンをブルーに渡したぞ、取られちゃったんですかね、もうモンスターとしてはあれですね、とにかくナンバーワンはこの私なんだと、もうそれを
証明するしかないという感じですね。そうですか、もうバイソンたあのアジャ倒して、はい、バイソン倒してここでブルを倒せば私がナンバーワンだと、はい、もうそれをアピールするもう絶好の機会としてやってるわけですね。はい、さっき、はい、アルミさんの角が、はい、ブル選手の頭に3回ぐらい当たったんですよ。モンスターが投げて角ですね、血がすごい出てますね。ヌンチャクを首にチョークホールです。場内中のゴールですけども、菊さん、はい、ここで中ブルがですね失神でもしたら、これはヌンチャクのディスプレス1対1ですよ。そういうことですね、はい、メンチ丸つぶれですからね、どうにか取り出をですね、守ってほしいですね、はい、まさに最後の取り出という感じになってます。はい、これはやはりもう狂気 OK ですから、この攻めをしのいで、志倉さん、はい、やっぱり反撃のチャンスを疑うしかないですよね。そうですね、まあ、ブルガーはセコンドがいるんで、はい、その動きにちょっと注目したいですけど、はい、おっとロープ2段目から、あーヘッドバットのモンスターリッパー、あー鮮血にまみれたブル、中のダメージが大きい。あーブルは左腕をなんか狙われてますね。あーっとまたですよ。ちょっと左で攻撃で、先ほど志賀さん、はい、アジャのあの繊細なシーンが思い浮かびそうなこのシーンですけども、おっと大したラリアートを乱れ打ち、いけレッツゴーブルと思わずね、もう本部席でも応援したくなるような。ここで30分の試合経過、あこれは先ほどからもずっと時間が含まれてますね、はい、アナウンスですね、いわゆるマラソンタイムというもので、ね、時間無制限ですからね、石倉さん、はい、しかしすごいルールですね、これは過酷ですね、過酷としか言いようがないですね、はい、ブル中の最後の砦として頑張ってほしいですけど、そうですね、全日本女子プロレスの最後の砦、ブル中のこの攻撃をしのいでほしい、耐えてほしい。逆に言うとこの金網デスマッチがモンスターリッパーをものすごく一回出しましたね。こんなすごいレスラーだったんですね、まさに本領発揮というか驚きました。はい、さあボディスラムで投げ捨てたリッパー、稲田子さん、はい、どうですかこのモンスターリッパー、今志倉さんが言われたように、はい、金網デスマッチでこのモンスターリッパーのですね、はい、眠っていたと言いますかね、はい、持っていたんでしょうかね、これだけの金網の鬼っていうのは志倉さんありましたけども、あのブル選手をボディスラムで、ね、投げたりとか、はいはい、そういうことする人いないんですよ。そうですよね、すごいですよね。金網の女王っていうのはちょっと、ね、言い過ぎですけども、何か金網という試合スタイルが投げてますね、なんか、まあ、なんか友達みたいな可愛いコメントが出ましたけど、見えたご選手でしたね。志倉さん、はい、もう本当その友達っていうのがね、納得できるような、慣れてるんですかね。まあ、モンスターとしたら、あの前にオタク、あオタクですか、はい、あのシングルのタイトルマッチで敗れてるんで、はい、そういう意味でもこの機会にその借りを返してやるという気持ちでいっぱいだと思うんですよね。あっとー、すごい、あブルがジャーマンで投げ捨てたぞ。あさすがブルだ。そしてそうだロープ、これはもしかして志倉さん、はい、あまだ行きます、行きます、てっぺんに行きます、一歩二歩、そうです、うん、金網のてっぺん、これもまさしく3メートルタイプ、これも危険、そして勇気あるブルン中の素晴らしいギロチンドロップです。いや1年前を思い出します。志倉さん、はい、やってくれましたね、ブルン中野、これが2度目ですね、3メートル。腕が痛そうですね。はい、しかしこれでカウントが進みます。